こんにちは、粟田洋介です。かなり前の話なんですが、ある人が海外でカラフルな絵を描いているアーティストでも、日本に帰国するとカラフルな絵を描くのをやめて、なんか地味で曇った色の絵を描くようになってしまう、ということをお話ししていました。私は1991年から96年の間、それから2000年から2006年の間、アメリカに住んでいました。そしてカラフルな絵を描いていました。そして2006年に帰国してからもう18年も経ちました。で、後ろに飾っている絵なんですけど、こっちが2012年、そしてこっちが2013年に描いた絵なんですが、今の私が描いている絵に比べると結構カラフルだと思います。まあ私も帰国してからだんだん使う色が地味になってしまったというわけです。でも日本に帰国してから10年以上結構カラフルな絵を描いてきたので、日本に帰ってきた途端地味な色を使うようになったとかっていうわけじゃないんですが、まあ日本という場所がカラフルな絵を描けなくしてしまうということも認めざるを得ないかもしれません。今日は日本に帰国するとなぜ色が地味になってしまったのか、まあ人それぞれいろんな理由があると思うんですが、私がどうしてそうなったかっていうことをお話ししたいと思います。そしてそんな風に地味になってしまっても、どうやったら再びカラフルな絵が描けるんだろう、そういった方法を考えていこうと思います。まずどうして私がカラフルな絵を描き始めたかっていう理由なんですが、私はもともと鮮やかな色が好きで、色も濁ってるよりも澄んだ色、そういった方が気持ちも晴れてくるし、そういった理由でくすんだ色を避けて色をなるべくクリアにするように心がけてきました。私はアメリカのすごい寒い雪がいっぱい降るところですね、ノースダコタ州、それからミネソタ州のアートの大学へ行ったんですが、特にミネソタに移ってからなんですが、私はどんどんカラフルな色を使うようになりました。しかしその場所はカラフルなアートが特別盛んな場所ではありませんでした。学校で出来上がった作品みんなの並べるんですけど、その時に結構曇った感じの色が多かったです。そこに私の絵だけがカラフルっていうよりも濁りのないクリアな感じの色、なんかその色っていうのは目立っていました。そして私は人と違うことをするのが好きなので、そのことは密かに自分で嬉しかったです。でも他の学生の作品も濁った色、そういう良さもあるし、色だけじゃなく他にすごいいいところもあって、みんなの作品が良かったと思っています。まあそれは置いといて、私がカラフルな絵を描き始めた理由はその場所に影響されたとかっていうことじゃなくて、自分が好きな色、自分が心地いい色、自分がいいと思うものを表現しようとすることによって、だんだんカラフルな色を使うようになったというわけです。人によってはその場所に影響されたりとか、そういうこともあるかもしれないし、私も気づかないうちにその地域に影響されたかもしれないし、まあ物事っていうのは単純であり複雑でもあると思うので、ちょっと何とも言えません。でも色に関して私が全然人の影響を受けなかったかっていうと、その地域以外のなんか別のアーティストの作品を見たとか、絵画以外の何かしらのものから刺激を受けてるとか、そういうことはいろいろあると思います。色使いに目覚めてからは結構サイケデリックアートとかそういう感じのものにどんどん興味を持つようになって、同系色じゃなくて反対色みたいな、そういった感じの色合わせをいかにどういう風に作っていこうかっていう、そういうことがすごく楽しくて、色合わせの挑戦みたいな感じで絵を描いてきました。で、帰国して4年半ほど日本に住んでたんですけど、その時も鮮やかな色を使うのが好きでした。それから2000年から2006年の間はアメリカのニューメキシコ州というところに住んでたんですが、その時はもうその延長で鮮やかな色を使っていました。ニューメキシコ州には本当に色鮮やかな作品がたくさんあって、そうじゃない作品もありましたが、ニューメキシコって言ったらカラフルって思う人も多いような場所でした。それから日本に帰国して、少なくとも10年以上は鮮やかな色使いで絵を描いてたんですが、よく人からニューメキシコに住んでたから作品がカラフルなんですねって言われたんですが、ニューメキシコ州に住む前からカラフルだったので、ニューメキシコ州に住むことによってカラフルになったというわけではないんですよね。ただニューメキシコにもカラフルな作品もあれば、カラフルじゃない作品もありました。で、私はカラフルな作品が大好きでした。で、さっきも言いましたが、日本に帰国してから10年以上結構鮮やかな色で絵を描いてきました。ただ私がカラフルな色使いしかしなかったかっていうと、そうでもなくて、
結構白黒の絵も描いたし、同系色系の単色の絵も描いてたし、まあたまに地味な色合いで絵を描くこともありました。ただ大半がカラフルな作品でした。なのでどこに住むとかそういうの関係なしに、自分がいいなと思うものを表現しているので、というか自分がいいなっていう感覚しか表現する基準がないので、まあみんなそうかもしれませんが、私は自分がいいなと思うこと、それが作品を作る基準なので、まあそうしないと作品作ってる時にいい作品ができた、そのいい作品っていうのの基準っていうのがないと作れませんから、自分の感覚でいいなと思うものを基準にして形にする、まあそれが個性だと思うんですけど、まあその話は置いといて、自分がいいなというものを作ってきました。今でも自分がいいなと思うものを作っています。ではなんで地味になってしまったかっていうと、自分が地味になったからというよりも、もともと自分の中にある自分のセンスで自分の好きな地味な表現をしているということなんですが、ただその割合ですね、多分皆さんそうだと思うんですけど、こういう感じのものが好きで、こういうものは何割あって、でこういうのもこういうのも好きなんだけど、それは少しでいいやみたいな、そういう感じですね。で私の大半の好きなものがカラフルで、たまに地味なものとか白黒とかそういう感じですが、大半なものが地味になって、たまにカラフルも描いてるかもしれませんね。ただこの地味なものが多すぎて、なんかちょっとモヤモヤしてるというわけです。で、地味な作品が多くなったきっかけなんですが、ある時期からこういう手書きの T シャツとか、あとは雑貨に手書きで絵を描いて販売するっていうことをし始めたんですが、その時に自分が欲しいものを作る、自分が着たいような絵を描く、そういう人が成功してるようなんですが、自分が着たいものを描いてもそれを欲しがる人が少なかったんです。そのお客様たちの趣味ですね、そういう研究を始めました。そして着るものは地味に、持ち物は派手にみたいな感じで、何人かの方からアドバイスいただいたんですが、で私は T シャツとかが多かったので、着るものは地味にということで、結構グリーンならちょっと落ち着いたグリーン、ピンクでもちょっとトーンの下がった落ち着いたピンクとかブルーとか、日本には落ち着いた色っていうのを好んで身につけられる方が多いっていうことが分かりました。そこで落ち着いた色合い、じゃあこうしよう、こうしなきゃない感じで、こうしなければならないっていう感じで雑貨に絵を描き始めたら、そのこうしなきゃいけないっていうのが何を描くときも付きまとって、だからキャンバスに絵を描くときもちょっと落ち着かせよう、そんな習慣がついてしまいました。そこでなんかブレーキがかかっちゃうんですよね。ただそれは悪いことじゃなくて、そう落ち着いたものを着られる方が多いということで、落ち着いたものの魅力っていうのをたくさん学ぶことができました。で落ち着いた色の使い方で、自分の感性での落ち着いた色合い、落ち着いた絵の描き方、自分の表現の幅が広がったという感じになったので、すごくそれは良かったと思っています。でもそればっかりやってると、さっきも言いましたが、カラフルがこんだけあって、地味なものはこれだけでいいので、私はカラフルが必要なんです。私はカラフルな方が落ち着くんです。ある人にとっては地味な色は落ち着くかもしれませんが、私が落ち着くのはもっとカラフルな色です。地味なものばっかりだと私は落ち着かないんです。まあたまにはカラフルな表現もしますが、カラフルな表現をしている時に地味にしなきゃいけないっていう、なんかブレーキみたいの、そういう心の声を無視してカラフルな絵を存分に描いてみたいなって今思ってるんです。で先日絵を描いた映像を流してたんですが、こんな作品が仕上がりました。タイトルは肌寒い夜です。色はくすんでないんですけど、同系色でカラフルではないですよね。こういう感じも私は好きなんですが、これを描いてた時もなんか落ち着かせるように、なんか心の声が聞こえてきていました。ほんのちょっとですけどね。こういう表現も私は好きなんですが、たまにはカラフルに描いてみたいなと思ってるんです。そこでカラフルに描いてみたいと思うんですが、なんかね難しいんですよ。でどうしたらいいのかなって考えたんですが、使う絵の具っていうか、最初に使い始める絵の具を2色ぐらいに限定して、その絵の具だけちょっと用意して描き始めてみて、その後にどんどん違う色を足してみたらどうかなって今思っています。ではこの3色の絵の具とこの小さいキャンバスに絵を描いていきます。グリーンとオレンジっていう2色、そこから描き始めようと思います。
オレンジとグリーン、なかなかいい色合わせなんですが、描いてみて気づいたのは、こういうことじゃないんですよね。何色の絵の具で描き始めるとかっていうのは、何色を使うっていう自由を自分自身で奪っていることになります。絵を描くっていうのはこういうことじゃなくて、今筆を使って絵を描き始めた時に大事なことに気づきました。それは基本に帰るっていうことです。その基本っていうのは学校で教わった基本じゃなくて、学校で教わったことを全部捨てて自由に絵を描き始めた。それが私の基本です。私にとって絵を描くっていうのは、そういう何色を使うとかっていう技術的なことじゃなくて、もっと精神的なことなんです。その精神的なことっていうのは、自由であり、バカになるっていうことです。絵を描くなんて、そんな難しいことじゃないんです。使いたい色があったら何色でも使っていいし、楽しく絵を描けばいいんです。そして、私の絵を見た人たちが、全然いいと思わなくても、描いてる私自身がいいと思えば、それは素晴らしい作品なんです。バカにならないと、そんなことは思ってられませんからね。今ひっくり返しちゃって、ここら辺に汚れがくっついちゃったんですが、こんなものはビーンって取って、細かいことは気にしない。好きなように絵を描く。それが私の基本です。そう思った瞬間、私は全てがうまくいくような気がしています。日本の画家が海外で絵を描いているときは明るい色を使っていても日本に帰ってくると地味な色で描くようになるというトピックだったんですが、例えばまあ美術の歴史でこの人はこうだったんじゃないかとか、こういう事情があったからこうだったんじゃないかっていう、そういうふうに考えるのも楽しいかもしれませんが、本当のことを知っているのはそのアーティスト本人だけだと思います。もしくはアーティスト本人も分かってない場合もあるかもしれません。例えば私はニューメキシコで絵を描いてたからこうなんじゃないかとか、今日本で絵を描いてるからこうなんじゃないかとか、勝手に決めつけられるのは嫌なんですけど、でも分かってほしいって言って説明するのもなんかめんどくさくて、しかも説明しても分かってもらえないことも多いし、なんか分かってもらうとかどうでもいいことなんじゃないかなと思っています。2つ目の絵はこんな感じになりました。この絵のタイトルは隣のグリーンジャイアントです。まあこれをカラフルって思う方もいればそうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、私の好きな色合いで描くことができました。私の好きな色合いって言っても、こっちの絵もこっちの絵も両方私らしい作品です。アートって楽しいもので、悩んだり苦しんだり人それぞれだと思うんですが、私のアートなんてそんな難しいものじゃないし、でも深く考えてみていただくことが楽しいのであればそれはそれでいいんですけど、私は考えるよりも手を動かして頭を働かせるよりも頭は勝手に働いちゃう、なんだかよくわからないけど、そんなものはわからなくていいんじゃないかと思っています。ただ今日伝えたかったのは、絵を描くこと、何かを想像すること、それはただ一つ楽しむことです。そしてどう楽しむかは人それぞれでいいんじゃないかと思っています。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。